今はさ頭のいい選手多いけどさ、昔って本当に野球すげえけどバカだよね。そうですよね、すごいですよね。だから本当に普通じゃないですもんね、会話とかやってることが。そうそうそう、名前覚えないとか漢字書けないとか。そうですね、楽しいよね。でも豪快というかさ、なんかこうもう張本さんなんかでもさ、よくわかんないあの人試合終わったらさユニフォーム着たまんま車運転して家帰っちゃったりすんのよ。集中しちゃってんですかね。いやいやいや、もうだからあの人俺1年間一緒にいたけど、一緒に風呂入ったことないもんっていう話をしてる人もいましたよね。必ずもうだって試合終わったらもうスワーッともうお客よりも先にユニフォーム着て帰っちゃうとかさ。野球選手で葛城役の人もいますよね。シャワー浴びないで帰るやつ怪しいとか。そういるいる。昔村田兆治さんは交代も告げられないのに勝手にマウンド降りてっちゃったことある。怒って羽田さんが OB 野球の時まだ元気で投げれたんですよ、先発とか。もうプレーボールもかかってないのに投げとしたらもうあれあれってタイムってしまって待って投げ、現役からそうだったんです。だって映像見ててもなんか投げる時にこうやってやってたりとかするもんね。カーブ投げるっていう。だからさ、これはさ、こんなこと言ったら本当昭和の昔の人に失礼なのかもしれないけど、これ俺が入った時のやっぱり下位打線とか今とはさ違うのかもしれないですね。やっぱりでピッチャーも先発はすごかったけど、もうどん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 力がこう落ちていくピッチャーばっかじゃん、負けてる試合になると。今違うもんね。先発よりいいの出てきますからね。でももうだから西武がそうだったの。後から出てくるピッチャーの方が球速いんだもん。だって確かに。だから本当にセットアップっていうかさ、そういうのを確立してったのが西武じゃない。そうですね。香取さんが最初に塩とかあの辺とかさ、香取さんとかさ、ワンポイントで小田がいてみたいな。石本さんがシュートでもともとさ、俺入った頃からもう抑え森さんっていうもうなんかそういう時代っていうかものを作り上げてったじゃない。確かにそうでしたね。ヘッドアッパーなんて言わなかったですもんね。抑えっていうぐらいでしたもんね。そうそう、だからロッテは抑えが倉持さんだったんだけど。ああ、アデランス CM 出てた人ですね。娘さんなんか会いますよ、たまに。ああ、収録かな。娘綺麗な方で AKB かなんかだよね。そうですよね。親父あんなのやめなさい、乗れません。愛子さん勘弁してください。なんでそういう高校の時にないんで。僕水戸の貝豚なんで。いやだからさ、結構さ思うよね。吹石さんも娘さんすごい綺麗だもんね。ですよね。お父さん、まあさ考えるとさ、野球ってさもうちょいユニフォームってなんとかなんないのかね。あ、結局やってみんな。やるけど元に戻りますよね、奇抜なの作っても、やっぱりだんだん昔の強かった頃の阪神のユニフォームに近づいていったり、ジャイアンツも元戻ってきますもんね。だから、ただ今はね、ファンサービスで、今日に限りとか、この3連戦、ユニフォーム配るとかあるじゃないですか、東北グリーンとか来たり、あれやると売れるんですって、だからユニフォームをこうシーズン限定の作るんですよ、欲しがりますよね、ファンは。だから、まあ、それもいいんでしょうけど、だから日本のシステムって、まあ、東京ドームも5万人、ヤンキースタジアムも5万人ぐらいなんですよね。でも、かたや200億、7年とかで200億払える、で1年20億も払える、で、日本はまあ、朝広の9億って、こんな半端じゃない、考えられない数字、メジャー選手に敬意を払った三木谷さんの考えだったんですけど、まあ、通常、嘘か本当か、隼人でも坂本でも6億ぐらいなわけじゃないですか、同じ箱同士。これなんでって言うと、世界を視野に18カ国の今人間を使っているメジャーリーグ、18カ国に放映権も売れるわけですよ。でメジャーリーグの帽子のこのロゴあるじゃないですか、あれ日本で僕ら買っても MLB に入るようになってるんですよ、このメジャーリーグのマークがついた帽子は。で日本の選手をなぜアメリカが取るかというと NHK が150億 MLB に払うんですよ。だから選手を誰か日本人取っとかないと、見てくんないっていうことは NHK もお金を払わなくなるから日本を取るんですよ、一生懸命。だから大谷を取った時点で実はあんな選手になるとは誰も思わず、トレード要因なんですよ、取った時点で。もう最初に日本の企業は CM 契約をしてくれるとか、もう採算取れたらもうどっか取れてもいいですっていうぐらいの商品として見てるんです。あれさ、俺メジャーの試合とか見ててさ、すげえ面白いなとか思ったのがさ、ヒューストンアストロズの試合見てるとさ、バックネット裏なんか頭良さそうな試合見てるもんね。あそこ NASA とか、だからバックネット裏にいる層も違うよね。あるかもわかんない。東京ドームなんてさ、バックネット裏お金持ってそうな人いっぱいいますもんね。確かに川崎城なんかひどかったもんね。バーベキューはまずいですよね。バックネットでも大丈夫か、金持ってんのかみたいな感じの人いっぱいいたもんだと。本当に球場がお酒の匂いっておかしいですよね。グラウンド入って酒の匂いがするってあんまないですもん。だって球場のヤジが、近鉄のヤジがいつもなんかしないけど俺に対して言うんだよ。おいこうゴキブリおるれって。そんな椅子が壊れてるとかね、そんな急所だったからね。プロ野球でやってますよ。外野でチューしてたとか。そう。あれ川崎すごいですよね。西武戦の時だってガラガラの時多かったですもんね。多い西武戦もなかなか入んないもん。ブルペンなんか肩壊すブルペンキャッチャーいたんですからね。右が斜めでこう下から放って。ブルペンのキャッチャー肩壊すって言われて。懐かしいね。ロッカーも狭いしね。ひどいですよ。だって落ちたアンダーシャツがもう着れないっていう、土ぼこりで。だって川崎球場はさ、雨降って大雨降って、でも次の日ピーカンでグラウンド使えたんだけど、ベンチが排水がダメで洪水で、で試合が中止っていう時があった。本当にいや本当だっていうの、そんなわけない。本当にあそこが、あそこだからベンチがビツビツだったんですか。だからもうベンチみんな流れてっちゃうじゃん。その水が、排水が詰まってたから、ベンチにこんな水が溜まってて試合できなかったんだから。まあでも本当、なべちゃんが外のラーメン屋でラーメン食ったのが大事件だって。なんで食べちゃいけないんですよ。野菜とスープしか、西武はそれ上がりだからって、なべちゃん食べちゃったのはバレたんですよ。だってあれめっちゃうまかったみたいです、僕もあれが食いたいのが夢でした、食えないで終わったんです。うそ、あのラーメンめっちゃうまかったよ。あれ食べていいんですか、ロッテは。いっつも食ってた。あのラーメンと何気にお好み焼きはうまかったね。売ってたんですか。売ってるお好み焼きも。でもその現役の選手がそのラーメンとお好み焼きを球場の食べてて美味しかったってするのがなかなかないですよね。通常ありますからね、ケータリングが。ないロッテはそばかうどんしかない。すごいですね、本当。だから俺東京ドーム行くの楽しみでさ、片焼きそばとかうまいんだよ、本当にあれが。で、僕、びっくりしたのは、ジャイアンツって、すっごいんですよ、料理。俺も、日韓で、東京ドームの時に、ジャイアンツの方の、サロンで食べたのよ。それ全然違ったもん、ロッテの時の。だって幕の内弁とか何でもあるじゃないですか。そう、ラーメン、うどん、びっくりした。あれそういえばアイスクリーム、ジュース、何でもあるんですよ。ないんです。あれはジャイアンツだけなんです。金谷さんがさ、西宮球場でさ、ホテルが用意したラーメンがあったんだよ。ホテルがね、パーコー麺みたいなのなんか用意してくれて、でそれをさ食って、丸山さんって現役だったのがさ、